オーサイエクストロムは、スウェーデン出身の漫画家、イラストレーターである、東京都杉並区阿佐ヶ谷に在住、その後中野区に転居、世田谷区在住。1983年、ブレイキンゲ県、カールスクルーナに生まれ、ストックホルム県テーブで育つ。13歳の頃にテレビアニメ、美少女戦士、セーラームーンを見て、衝撃を受けた彼女は、その後、ランマイチに、 犬や車ワンピースなど日本の漫画を読むようになる。マルメの専門学校でグラフィックデザインを学び、2005年に卒業。2003年、初来日。2007年、来日して9ヶ月日本に滞在。日本語学校に通う。2011年3月10日に来日。翌日、東日本大震災が発生したため、一旦スウェーデンに帰国するが、10月。 7度目の来日で日本に移り住む。会日本語学校に3ヶ月間通い、日本語検定2級を取得。2013年5月より日本での生活を4コマ漫画としてブログに掲載する。2015年3月、東京デザイナー学院グラフィックデザイン学科を卒業。日本デビュー作の北欧女子大阪見つけた日本の不思議がメディアファクトリーより刊行される。 2015年7月、日本語版の恋愛青春漫画、さよならセプテンバー全3巻が、クリークリバー社より刊行される。2015年10月、北欧女子大佐が見つけた、日本の不思議の反対中文版、北大女、外日本生活公びっくりが、台湾国際、角川書店より刊行される。2015年12月、翻訳海外漫画を対象にした。 外満賞2015にて、さよならセプテンバーが第一位に輝いた。2015年12月17日に NHKBS1 で放送された国際報道2015のワールドラウンジのコーナーにおいて、本人の単独インタビューと両親のインタビューが行われ、作者の経歴や作品について紹介された。2015年からバロン、吉本主催のキャラクターアート展に、 毎回出展。さよならセプテンバーの原画を展示している。2016年2月、北欧女子大阪見つけた、日本の不思議にの反対中文版、北大女、外日本生活公びっくりにが、台湾国際、角川書店より刊行される。2017年、初のフルカラーコミックエッセイ北欧女子大阪見つけた、日本の不思議さんを刊行 にでも扱った朝日新聞 B で掲載された北欧女子大佐の日本探検の記事のほか、ザ・ボルボライフ・ジャーナル、北欧女子大佐の漫画、日本発見機構、ォーラム通信、北欧女子大佐のユルフ・ア・ダイアリー・イン・ジャパン及び自身のブログ内の記事を全てフルカラーで掲載している。北欧女子大佐シリーズは2021年時点で累計販売27万部を突破した。 2021年7月9日のブログで自身の妊娠を公表した。ありがとうございます。